は安田美沙子です。1982年4月21日生まれ、大須座の大和田です。趣味は、最近は料理をしたりピアノを弾いたりしています。特技はバスケットボールをすることです。運動全般得意です。最近ハマっていることは、健康です。健康に気を使っていて、料理を自分で野菜使ってしたりとか、野菜ジュース飲んだりバナナ食べたりあとはアミノ酸とか今からいろいろ気をつけてます。好きな男性のタイプは、笑ったら顔がくちゃってなる人、笑顔がくちゃってなる人で、あとやっぱ優しいのが一番ですね。苦手なタイプは、すぐ怒る人です。テーマ主義なんで、ペットにするなら犬がいいです。実家でボーダーコリーっていう犬飼ってるんですけど、名前はリッキーって言います。フリスビーとかしたり、賢くて可愛いです。すごい人懐っこいです。だから東京でも犬飼いたいなって思ってます。得意な料理は、パスタ。最近作ったのは豆腐ハンバーグ作りました。美味しかったです。なんかヘルシーなの作ろうと思ってて、野菜使って野菜スープとか作ってます。メイクにかける時間はすごい急いだら10分ぐらいです。でもじっくりやったら30分ぐらいです。でも多分短いと思います。結構目ですね。結構濃くしちゃいます、普段は。今日は楽しく頑張りますのでよろしくお願いします。では VTR どうぞ。するものは自然です。自然が大好きで、田舎育ちなので自然ですね。Thank you.
ください、これ。よくはやらないです。たまにやります。好きです。面白いですね。気持ちいいです。ちょっと自信あります。
クッキー作りをしたいと思います。まずはバターをほぐして、砂糖を加えクリーム状にします。これをほぐして、じゃあバターをコネコネして、次は砂糖を入れます。作りはよくするんですけど、クッキーはちょっと久しぶりです。チーズケーキをすごいよく作って、友達とかの誕生日パーティーに作ってあげたりします。一から作ります。なんかお母さんと昔よく作ったので、なんか今は東京で一人暮らしだけど、それをまた自分でやり始めて、なんかお菓子屋さんをいつか作りたいなみたいな、沖縄に作ろうかなって思って今たまに練習してます。みんな喜んでくれるんで嬉しいですね。チーズケーキはほんま人気なんですよ。だからチーズケーキは作り続けます、ずっと。あります。失敗したことは、スポンジケーキを作るのがすごい難しくて、なかなか膨らまないです、スポンジケーキ。実家とかだったら お母さんもでもよく失敗して、あの小麦粉入れ忘れたりとかしたりします。難しいです、ケーキは、うん、クッキーはでも失敗はないです、今のところ。はい、じゃあ次は卵黄を入れます。卵黄だけですね、1個分を送ります。こういうとこが結構力が入ったりするんですけど、白っぽくなるまで混ぜます。こんな感じです。で、切るように混ぜます。粉っぽい感じもするけど、こうやっていくと混ざるらしいです、お母さんが言ってました。忘れてた、バニラエッセンスを今から入れます。間に合うかな。え、これで大丈夫です。間に合いました。だいぶ混ざってきました、いい感じに。これがまとまれば、寝かすだけです。まとまった。まとまりました。早い。結構早くできる。こんなに早くクッキーができたの初めてです。これを冷蔵庫で寝かせます。20分間ね。今クッキー寝かしてるんですけど、私が初めてクッキーを作ったのは確か小学校2年生ぐらいですね。お母さんと一緒にクッキー作りました。誰にあげたかな、多分お父さんと弟、双子の弟にあげました。楽しかったです。女の子はい、生地が、寝かして固まったんで、今から型を取りたいと思います。固まってます。粉を引いたら引っつかないんですよね。粉を下にも引いて出します。均等に結構引っつけます。粉を見すぎつけたら
すぐに何ミリくらいで見ますかこれ。こんなにですよね。楽しみ、すごい可愛い。じゃあまずじゃあハートいきます。わあ、かわいい。じゃあワンコ犬いきます。犬好きなんで犬いきます。この方初めて見ました。すごいかわいい。多分いけるかな。これ泣けるかな。できました。いい感じです。かなり最後にトッピングをします。どうしようかな。アーモンドですね。じゃあ最後に丸めたやつにトッピングします。今日はシンプル。犬に目つけます、うん、ね、おっきいなこれ。おっきいですよねこれ絶対。いや、おかしい。どうしよう。人の顔にしよう。まず人の顔でもめっちゃ大きいからすごく。じゃあこんな感じで OK だと思います。あとは焼くだけで完成です。イエーイ。はい、じゃあオーブンに入れました。あとはスイッチ押すだけです。170度で15分、スタート。楽しみですね。できました。なんとかいい感じにできたと思いますけど、味見したいと思います。犬です。ドキドキします。じゃあワンコ食べます。チョコチップ、うん、おいしい。ほんまにおいしいです。よかった。すごい香ばしいですね、うん、できます。70点かな。ちょっと伸びてしまったんですよ、形が。それがちょっともったいなかったですね。でもトッピングも楽しかったし、また作りたいと思いました、うん、いろんなクッキー作ってみたいです。皆さんもよかったらクッキー作ってみてください。楽しいし美味しいです。Thank you.
判定とかやったのも初めてだったんですけど、ピストルの打ち方にハマりました。押し出して引いて合わせてトリガーを引く練習して上手くなります。パキュン。はい、オッケーです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。嬉しい。びっくりです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。どうでした今日は。今日ですか。なんか早かったけど楽しかったです。すごい、なんかすごいなんか自分の中でも思い出になったし、なんかいい時間を本当に過ごせていい作品ができたと思います。最後にですね、はい、これをご覧のファンの皆様に一言お願いいたします。はい、皆さん、いつも応援ありがとうございます。今回 DVD また出させてもらったんですけども、また新たな新鮮なものを見てほしいと思いながら作ったつもりです。新しいこともしているので楽しんでください。これからも進化し続けるように頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。